それではお時間となりましたので、本日のですね、読売国際経済懇話会 YAIAS 講演会を始めたいと思います。本日の講演会にご来場いただき誠にありがとうございます。本日はインドビジネスの現在と未来と題しまして講演会を行います。まずですね、シビジョージ駐日インド大使に20分ほどご講演をお願いしまして、その後安永達夫三井物産株式会社代表取締役会長、鈴木俊弘鈴木株式会社代表取締役社長にご登壇いただきまして、おおよそ60分をめどにですね、お三方でお話をしていただくというふうに予定しております。可能であればなんですけれども、残ったお時間の範囲内で、余裕があればご質問も、1、2問受けられればと思っております。申し遅れましたけれども、私読売新聞調査研究本部の笹沢と申します。よろしくお願いいたします。それではまずシビジョージ大使の講演に先立ちまして、大使の短いご紹介をいたします。シビジョージ大使はインド南部ケララ州のご出身で、1993年にインド外務省に入省されまして、国内外で外交の要職を務められた後、スイス、バチカン、リヒテンシュタイン、それからクウェートの大使を歴任されております。2023年より駐日インド大使を務めておられまして、2014年ですね、インド外務省より優れた外交官に贈られるシレンドラ・クマール・シン優秀外交官賞を授与されております。それでは大使、ご講演をお願いいたします。アンバサダー、You have the floor。Good afternoon, everybody. 皆さん、こんにちは。三井物産、安永達夫会長、鈴木俊弘社長、読売新聞グループ、大川正一会長、読売新聞グループ山口俊和社長、読売新聞社村岡明俊社長、読売国際経済懇話会 YIES 北村茂理事長、また本日の司会である笹沢様、ご来賓の皆様、会場の皆様、本日皆様とご一緒できますことは本当に嬉しいことであります。まず第一に、私は最初に謝意を申し上げます。読売国際経済懇話会 YIES にこのようなシンポジウムを、大事なインドビジネスの現在と未来という題で組織していただきました。ありがとうございました。昨年のセミナーを思い出しますと、インド日本関係今後の道筋ということで、政治的なパートナーシップが日本とインドの間でどういうふうに進むかの対話を深掘りするものでありました。今年は私どもはその姉妹の柱といえるビジネスとビジネスの関係、経済的なエンゲージメントについて議論することは嬉しいことであります。時期にかなったものでありまして、世界は今経済的なチャンスに満ちているということをインドに関して皆は思っております。インドと日本に関してです。インニチは特別戦略グローバルパートナーという関係を結んでおりますので、我々の経済的なビジネスのつながりをさらに探求していく道が開けております。私の個人的なメッセージとしては、我々は目覚ましい飛躍、量子飛躍と物理学の言葉で言いますけれども、これから少しずつ伸びていくのではなくて、飛躍的な目覚ましい飛躍が必要なのであります。それでは皆様、少し大きな図式から考えてみたいと思います。今日では大変大きなビジネスのチャンスがあります。これはただ単に民間投資の投資があるというだけではありません。それではなくて、我々の
経済を、我々の国民を、そして世界の未来を作るという話なのであります。インドと日本というのは民主主義、平和、相互尊敬、そして自由で開かれて安全で安心な平和な繁栄する、そして安定的なインド太平洋という共通価値を共有しております。これは世界の平和と安定のための前提条件であります。印日両国は我々の精神的なつながりも含めまして、我々の文明のつながりを楽しんでまいりました。そしてそれが特別な戦略グローバルパートナーシップ関係に結実したわけであります。これは10年前にナレンドラ・モディ首相と、それから当時の安倍晋三首相との間で結ばれ、そしてそれが岸田総理の下で育まれてまいりました。今年はこの記念すべき旅路の10周年の年となっております。地政府同士の関係が良いということで、活発なビジネス同士の協力につながっております。人と人のつながりも生まれております。そして広範囲にわたる戦略的なパートナーシップも生まれております。皆様、インドは今決定的に重要な開発の段階を迎えております。この時代をナレンドラ・モディ首相はイミジクマアムリットカールと名付けております。これは22年から47年までの時間軸でありまして、ちょうど2047年というのはインド独立100周年になります。アムリットカールというのは単なる時間軸ではありません。これはインドを変貌させるビジョンなのであります。先進国となり、包摂性を持った、そして自立するインドになるということであります。インド自体はパワーハウスであります。世界の国々の中でも非常に重要なパワーハウスになっておりまして、 GDP の成長率は目覚ましい 8% 以上、コロナ後でさえ 8% であります。そして我々の人口は14億でありますが、その中間年齢、平均中間年齢は28歳であります。若くて技術を持った労働力が我々のイノベーションの基礎になっております。そしてまたスタートアップエコシステムとしては世界で3つ目に大きな国でありまして、集団で112のユニコーンが生まれておりまして、3500億ドルのお金を生み出しているのであります。この10年間の間、我々は毎年8つの新しい空港を建設してまいりました。それから毎年1本半あるいは2本の新しい地下鉄を建設してまいりました。それから高速道路も毎日28キロメーター延長しております。それからまた8キロメートル毎日線路建設をやっております。それから教育や技術を見ていただきますと、研究機関でありますとか研究機関、そういったところはこの10年間で倍増しております。活力あるマーケットでありますので、インドは我々はビジネスを経済を開発することによって円滑化しようとしております。そしてインフラも整備しております。これは国際的な投資にとっても極めて有利な条件が生まれるということであります。イノベーションが進んでいるということ、ビジネスがしやすい、住みやすい、メイクインインディアということによって、インフラが拡充されている、先端的な技術もある、熟練労働力もある、そして包摂性のある成長があるということであります。これがまさに今のインドを変貌させているのであります。この旅路におきまして、日本はただ単なるパートナーというだけではありません。基軸となる共同相手国、コラボレーターなのであります。我々の膨大な市場があるということ、イノベーションのエコシステムがあるということによって、それが日本の技術と相まって強力なシナジーが生まれます。共に我々が当たれば、我々はグローバルなスタンダードを作ることができます。我々の国々の二国間だけではなくて、世界のためにもなるものであります。日本の企業というのはインドの成長の不可分の一部でありまして、例えばデリーメトロ、デリームンバイ産業回廊、ムンバイアーメダバード高速鉄道といったような工事のパートナーであります。我々は過去2年間、私は日本中を旅行しておりまして、47都道府県すべてを訪れさせていただきました。知事にもお会いしましたし、重要な都市の 市長たちにもお会いしましたし、市議会県議会の議長様にもお会いいたしましたし、商工会議所にも会いましたし、メディアの方にも大学の方にも会いました。インドに対するセンチメントというのは圧倒的にポジティブなものであります。日本におきまして今日
ち、我々はせっかくのこのプラスの弾みを増していかなければなりません。例えば今1500の日本の各企業がインドに進出しておられますけれども、これを1万5000にしなければなりません。そのためにはまさに量子飛躍、目覚ましい飛躍が必要であります。経済パートナーシップというのは我々の協力の重要な一部であります。インニチは投資目標といたしまして、2027年までに5兆円を目指しております。非常に嬉しいことでありますけれども、このうちの 3.5 兆円の投資というのはすでに達成されております。先日末に額賀福志郎日本の衆議院の議長がデリゲーションとともに日本にインドに来られました。国会議員やビジネスのリーダーを引き連れて来られました。そしてそのうちのコースピーカーが定談の相手のお二人もその中には入っておりました。5日間のインド訪問をなさったわけであります。で、我々はただ単に半導体とか、それから電気自動車、グリーン、クリーンエネルギーということを見るだけではなくて、次世代の労働者を育てるということも入っております。この中には例えばインドで日本語の教育をもっと広めるということも入っております。これ以外にも我々は最近は鉄道大臣、それからまたラジャスタンの州首相、それからそれ以外のいろいろな要人をお迎えしております。過去数週間の間にこういった方が日本に来ておられます。皆様、インドの経済戦略の礎石の一つというのは PLI スキーム、プロダクションリンクとインセンティブスキームというものでありまして、ここでは330億ドルが投入され、14のセクターを網羅いたしまして、地元で製造し、そしてグローバルな競争力をつけるということを目指しております。技術、再エネ、半導体、ヘルスケア、それからものづくりの分野でのチャンスというのはまさに相互に投資をするための機が熟しているのであります。またインドの若い人口ということも我々の資産でありますし、日本の技術的な専門知識があるということは新たな進歩のための勝利の方程式になるものであります。例えば PLI のスキームによりまして、自動車部品におきましては 70% の現地化が達成されております。これは自動車分野がでインドが自立するということを示しております。それからまた自動三輪車トラクターに関しましては世界のリーダーとなっております、インドは。それからまたインドの自動車工業というのは3000億ドルの可能性を持っているということが2030年まで言われております。エレクトロニクスにおきましても、インドは世界のリーダーになることに的を絞っております。 PLI のスキームがあるということで、エレクトロニクスでもって、例えばスマートフォンとか IT ハードウェア、エレクトロニクス部品、そういったものが進んでいきます。投資が進んでいきます。例えば最も最新型の iPhone というのはアップルがインドで作っております。日本の企業というのはユニークなチャンスを持つということになります。日本が精密製造におきましてはエキスパティーズを持っているということ、それから質の高い生産を持っているということは、インドの PLI イニシアティブと全く標則が合っているものであります。このスキームを利用することによって、日本の企業はインドで、インドのために、世界のために物を作ることができるのであります。皆様方、我々はイノベーションも進めております。例えばデジタルインディア、スタートアップインディア、スキルインディアといったプログラムがあります。それは持続可能な成長し、そしてアントレプレナー的なベンチャーを作るということです。我々は共有され、かつ反映する未来に皆さん方も一緒に貢献してほしいというふうにお招き申し上げたいと思います。また同じく申し上げたいのは中小企業であります。中小企業は日本経済において重要な役割を果たしています。ぜひ日本の大企業だけではなく、日本の中小企業の皆様にもインドに来ていただきたいと思っております。特に中小企業に焦点を当てて、大使館内に中小企業促進室を立ち上げました。インドへの投資に関心のある企業を支援するためです。また大使館では定期的にイベントも開催しております。インドへの投資に焦点を当てたものです。インドの規制ですとか、あるいは市場環境、特定分野におけるビジネスチャンスなどについて詳しくご説明しております。
ぜひ皆様、インド経済をより深く知っていただくためにもこのようなイベントにご参加いただければと思います。あともう一つ非常に大きな可能性を秘めているのが半導体です。世界の半導体のサプライチェーンは大きな負荷を強いられております。インドはこの分野で重要なプレイヤーになるべく歩みを進めています。インド半導体ミッション、これは半導体製造のエコシステムを構築することを目的としています。インド政府による基幹構想であります。今の見通しでは2030年までにインドの半導体バリューチェーンには850から1000億ドル相当のビジネスチャンスがあると言えます。皆様、サステナビリティ、持続可能性はインドの成長戦略の中核にあります。インドは脱炭素化の公約を達成しつつあります。すでに設置容量で 199.5 ギガワットの再生可能エネルギーを導入しております。そして目標は500ギガワット、まもなく達成しようとしております。ナレンドラ・モディ首相は今年、屋上太陽光発電1000万世帯を対象として導入を開始しました。インドはまたグリーン水素とグリーンアンモニアの製造にも大きな目標を掲げています。首相が立ち上げました国家グリーン水素ミッションはインドにおける電解層の製造とグリーン水素ハブの開発を奨励するものです。そして将来に向けて私たちは新たな協力分野を模索していかなければなりません。特に先進製造業、ロボティクス、 AI、 そして持続可能な技術などです。すでに国内外の大手企業がインドにグローバルケイパビリティセンターを設立しています。製品開発やイノベーションにおける最先端の研究に取り組んでいます。1600のグローバルケイパビリティセンターがインド全土にありまして、毎年1000億ドル以上の輸出を生み出しています。インドの熟練労働者ですが日本の産業と経済に大きく貢献する可能性を秘めています。インド政府はコミットをしております。1000万人の若者の技能収集に取り組んでおります。最近日本の衆院議長がインドを訪問をくださいました。その際にモディ首相と会談した際、今後5年間で5万人のインド人労働者を日本に受け入れるという目標が設定されました。友人の皆様、日印産業競争力パートナーシップは製造、インフラ、技術、イノベーションなどの主要分野における協力関係を促進することによって日印間の経済的結びつきを強化する上で重要な役割を果たしています。戦略的なイニシアティブとして発足しました。これはベストプラクティスの交換、最先端技術への投資、能力開発を通じて産業競争力を強化することを目的としています。例えばデジタルトランスフォーメーション、再生可能エネルギー、半導体、そして製造業など分野を横断する分野に焦点を当てることで IJICP は持続可能な経済成長を創出し、グローバルバリューチェーンにおける両国のポジションを向上させることを目指しています。この IJICP を通じてインドと日本は長期的な産業協力の基盤を築きます。技術革新、経済のレジリエンス、開発目標の共有などを下支えるようなものです。皆様、私たちはありとあらゆるレベルでのエンゲージメントを高めていきます。政治、戦略、経済、そして安全保障、そしてもちろんビジネスレベル、そして人と人のレベルにおいてです。本当に感謝を申し上げます。読売新聞が果たしている役割、このパートナーシップを促進してくださっています。そしてタイムリーにこのシンポジウムを開催してくださいました。今年もまたパートナーシップがさらに発展していくと思います。ウィンウィンの関係で両国に貢献するものと思います。両国のみならず同志国、そして世界のためになると思います。ご清聴ありがとうございました。大使ありがとうございました。まず新たに登壇されたお二方をご紹介いたします。皆さんの方から向かってですね、まずですね、右側ですね、三井物産株式会社代表取締役会長安永達夫さんです。
ご紹介させていただきます。1983年に東京大学工学部卒業後、三井物産に入社されまして、米国法人や世界銀行への出向を経まして、プロジェクト業務部長、経営企画部長、執行役員、機械輸送システム本部長を経て、2015年に、これ、新聞報道でもございましたけれども、歴代最年少で社長に就任されました。2021年4月からは会長に就任されまして、今年5月までは経団連の副会長、その後は経団連の審議委員会副議長、さらに今年5月からですかね、日本貿易会の会長を務めておられます。それから皆さんの方から言うと、真ん中に常時大使を挟みまして左側になりますけれども、鈴木株式会社代表取締役社長、鈴木俊彦さんでございます。東京理科大学大学院理工学研究科修了後、鈴木に入社されたのが1994年です。岩田工場長、アメリカゼネラルモーターズ駐在などを経まして、2003年6月に取締役に就任されました。その後、取締役専務役員を経て、2011年6月に代表取締役副社長、2015年6月に代表取締役社長に就任されております。現在、日本自動車工業会の副会長も務めておられます。それではこれからお三方で基本的にお話をしていただくんですけれども、いきなりどうぞというのも口火を切りづらいと思いますので、最初はちょっときっかけという形で私の方から話を振ります。まず今のジョージ大使の講演でしたけれども、やはり私などはですね、クォンタムリープとかそういうふうに言われるとですね、なるほどなと非常に面白く聞いておりました。それから日本とのさまざまなパートナーシップの可能性、それからインドのポテンシャルですね、そういう話がいっぱい出てきましたので、いろいろお尋ねになりたいこともあるんではないかと思います。まずですね、安永会長からまずお話しいただければと思います。はい、ありがとうございます。シビ・ジョージ大使とはいろんな機会を通じてさまざまな対話を、あるいはディベートをさせていただいておりまして、毎回、大使から厳しく言われるのが The Numbers、 数字であります。これインドの方はやっぱり数字に強いので、数字のターゲットをやっぱり決めてですね、それに対してきちんとプログレスができているのかっていうことに対して、すごくモディ首相もそうですし、ジャイシャンカル外務大臣もそうですし、厳しくおっしゃいます。その中で一つ今日改めて数字として述べさせていただきたいのは、2023年の日本から対インド直接投資額はおよそ1兆円、正確に言いますと9993億円であります。これは民間の投資でありまして、この数字には ODA の円借款は入っておりません。2023年度は円借款で5800億円の円借款をしておりまして、岸田総理が5年間で5兆円の対インド投資は必ずやるといった一つのステップとして見ればですね、着実に投資は積み上がっているということが言えると思います。それから日系企業の進出数が増えていないと、これはご指摘の通りでありまして、中国と比べると明らかに数は少ないです。ただし、1400を超える主に大企業が、インドで長い間時間をかけてインドの中で、まさに鈴木さんをはじめとしてローカライゼーションを進めてきておりまして、まさにインドの一企業市民としてですね、しっかりした仕事をさせていただいているということはあえて強調させていただきたいと思います。で、課題としてこれからその大企業が持っているエコシステムの中に、本来サプライチェーンとして必要な中小企業群、これをどうやってインドの中に、より多く、進出することを促していくことができるか、これはまさに課題でありまして、これはインド政府とも、あるいは日本政府とも議論しながら、どういう政策を進めていけば
事業が増していくのかということは、さらに我々の努力も必要ではないかというふうに感じています。ただ一つだけ申し上げますと、デリーにありますインド日本商工会の加盟企業数は2020年に450社から、今年の7月時点で555社に増えております。ナンバーだけ見ると、まあ、一定のプログレスがあったということは申し上げられると思います。最後に私ども三井物産の事例だけ少し簡単にご紹介させていただきますと、撤退した案件等もあるんですけども、過去何十年にわたって事業を積み上げてきて、今直接間接の関係会社がインドに30社あります。インドにおける経済成長を我々がその成長をつかみ取るために日本企業と一緒に進出している、いわゆるメーカー事業もありますし、インドの食生活をより豊かにするために、例えば鶏肉の製造、それからコールドチェーンの整備による、輸送途中における、製品が傷まないようにするための、ロジスティックスチェーンを積み上げたり、あるいは先ほどリニューアブルに対してインド政府が大いに応援をしているというお話ありましたけれども、私どもも太陽光や風力発電といった事業や、それからそれらのための風力発電のタワーを製造する事業であったり、あるいはインドで作るバスの躯体にEV モーターであるとか電池、リチウム電池のパッケージを組み込むような事業、こういったものもやっておりまして、この数年で、トータルで言いますと1000億円を超える総額投資をインドにしているというようなことでですね、日本企業のアクティビティ自身は活発になっているということは言えると思いますが、やはり大使がご指摘されたように、中小企業群を含むよりダイナミックな動きをインドの、まさに伸びゆくインドの市場の中で、どうやって日本企業がさらに、そのプレゼンスを増していくことができるか、これは我々にとってもチャレンジですし、インド政府、日本政府のさらなる協力のが必要な部分であるというふうに感じています。以上です。ありがとうございました。それでは鈴木社長、お願いいたします。はい、こんにちは。まず、ですね、大使にお礼を言わなきゃいけないんですけども、9月の、14、15と、浜松でですね、第1回のインド浜松フェスティバルっていうのをインド大使館の講演によってですね、開催することができました。日本でいうとですね、代々木公園で9月の28、29とやるナマステインディア、これが本当に日本最大、そしてインド国外でも最大のフェスティバル、これをもう29回やられてるんですけども、遅ればせながら浜松でも、そういうようなフェスティバル、もう足元にも及ばないですよ。規模で言ったらもう全然かなわないですけども、当社も本社が浜松にあるということ、これから、インドの皆さんにも、浜松へ多く来てもらわなきゃいけないということでですね、やっぱり地元の人々との交流を深めていただくというような、フェスティバルに育てていきたいなということで、回数は追いつけませんし規模も追いつけませんけども、人のぬくもりっていうのを感じるところではですね、本当に、そのナマステインディアに負けないようなね、フェスティバルにしていきたいというふうに思っています。そういうことで、今回初めてだったんですけど2000人の人が来てくれたということでございます。そういうことでしっかりとインドと日本、交流していけるようにですね、
していきたいというふうに思ってます。で、私ども自動車業界におりますんで、数字で言いますとですね、1982年、83年から生産を開始してるんですけども、その時のインドの自動車市場っていうのはもう、7万台ぐらいの規模だった。そういうものがですね、昨年はもう、508万台の規模になったと。でこれはですね、中国アメリカに次いで3番目の市場ですよね、そういうふうになりました。その次が日本ということなんですけども、本当に市場規模として大きく、成長されていると。で、私言ってるのは、自動車について言うとですね、おそらく、約15億人、インドの人口15億人ですけども、このうちのおそらく4億人の人しかまだ自動車に接するというか、我々の商売 の、 相手というかお客様として迎え入れているのは多分4億人ぐらいじゃないかなというふうに思ってますんで、本当に残り11億人の方とどうやって本当に商売をしていくのか、そういうようなところをですね、またさらに考えていかなきゃいけないのかなというふうにも思ってますし、インドって非常に国土も広いし、今言ったように人口も多いということで、州によってもさまざまな要求があるということ、地域によってもですね、いろんな要求があるということで、こういうような多様性に対してどうやって対応していくかというようなところをしっかりとやっぱり、インドに根ざしてやっていかなきゃいけないのかなというふうに思ってます。そういうことで、本当に、日本とですね、インドが協力して、成長していくと、私どもはやっぱりインドの成長を本当にしっかりと支えていきたいなというふうに思ってます。ケースということで、あるいは電動カーボンニュートラルということで、車の形態も変わっていくと思いますけども、今どちらかというとですね、電動車が注目はされてますけども、インド今言ったように国土も広いし地域によって特徴もありますんで、これを電動車だけでやっていくっていうのは不可能だと思ってます。本当に州によって得意不得意があります。電気が水力で電気が潤ってるところもあれば、CNG で、が強いところもあったりとか、そういうことで本当にマルチパスウェイということでですね、インドの市場にいろんなものを投入していくということ、そしてインドの成長にですね、しっかりと貢献していくっていうようなところで、我々としてはしっかりやっていきたいなというふうに思ってます。はい。どうもありがとうございます。今のこう日本の二方の感じから見えてきた、こう俯瞰したようなこうインドに対する日本の投資と、それから日本におけるまたこういろいろな交流もあって、でその上でのいろんなポテンシャルと、先の見通しというのはこう話で、だんだんこう方向性がこう見えてきたような、はやはやとですけれども、この辺、今の全てに答えるわけではないですけれども、何かこうご感想があれば、大使の方からお話しいただければと思いますけれども。 Thank you very much. ありがとうございます。数を言ってくださいました。ありがとうございました。ナンバーは大事です。一つ気がついたことがあります。それは私が講演の中でも言いましたように、素晴らしい関係を日は持っているのです。これは特別戦略グローバルパートナーシップと呼んでおります。本当に特別なんです。先日私は経産大臣にお会いいたしました。彼はこういうことを言ってました。スペシャルだと。スペシャルというのはインドとしか言ってないと。なんで特別なのか、私に言わせると、どうして特別かと言いますと、全然紛争の歴史を持っていないからなのです。友情の歴史しかないんです、インド日の間は。だから我々の関係は成長しているのです。いいスタートを切ることができています。いい例は
鈴木自動車であります。もっと鈴木、が日本にで走っているよりも鈴木の自動車の数はインドの方が多いのであります。もっと鈴木の自動車に乗る、私の最初に乗った車は鈴木でありました。で、私は、ま、次も絶対鈴木を買おうと思ったんです。それが美しいところなんです。それがインドの一部になっているのです。彼らはインドに適応したのです。彼は多様性ということを言いました。インドに適応なさっているのです。インドは違うんです。日本じゃないんです。でも、もしお越しになったら、そこで時間をちゃんと使ってお過ごしになれば、成功することができる、成功する投資をすることができるのです。ラジスタンの収集所が来られました。ラジスタンというところはニムラーナという最大の工業団地があるところで、日本の企業がたくさん集まっています。彼が言ったところによりますと、彼の会話によると、それぞれの企業が言っているけれども、インドでの成長率は 20%、30% だと。もちろん課題はあると、問題はないわけではないと。にインドは日本じゃありませんから、ですから問題はあります。でも、もしこういった課題を乗り越えることさえできれば、成長率は2割3割最低限上げることができると日本の企業の人に言ってました。それをアピールしたいのです。そして、本当にその数字というのは本当に大事なことであります。インドというのは5つ目の、日本が4つ目の大きな国、そしてインドは5つ目の大きな国であります。もっとたくさんのことができるはずであります。10億のチャンスが転がっていると思います。日本にはたくさんの技術があります。それから中小企業があります。私はちゃんと見ました。私は47都道府県全部行っていますから、本当に日本の中小企業というのは大きなポテンシャルを持っているということを見ております。それをターゲットとしてインドに連れてきたいので、そして共に成長したいのです。数ということで、もう一つ言いたいことがあります。それはインドの学生です。留学生です。日本で勉強している、インドでは、インドからあるどの時点を取ったとしても、だいたい100万以上の、150万以上のインドの学生が外国で留学してます。日本には何人来てますか？1500人だけですよ。1400人だけですよ。だから量子飛躍が必要なのです。私はもう本当に大学をいろいろと生かしていただきました。そして、なんでこんなにインド人の留学生が少ないのかと聞いたところ、そしたら、ちゃんとインド人の留学生はいるんです。2人とか3人とか5人とかいるんです、それぞれの大学には。で、もし5人いるんならば、インドの留学生が、そしたらエコシステムはできているじゃありませんか。5人が勉強しているということは、日本の大学で勉強できるということなんです。一体なんでその数字が5人から50人に増えないのでしょうか。我々が必要なのは、認識をインドで高めるということです。日本はもうベストな大学を持っていらっしゃいます。英語のコースもあります。ですから、ちゃんとその認識をインドで高めなければいけません。そういった行動もあるということは知っております。あと 2,3 年で私のターゲットです。我々は1500人から、それから1万5000人、量子飛躍をしたいと思っております。経済界でもそうなっていただきたいと思っております。そして、経済界の人たちもちゃんと私は考えております。企業はすでにインドの学生を雇ったりしておられます。それから、彼らを雇って、そして訓練して、そして雇ってくださるということを行っています。でも、これもポテンシャルの大きな分野でありまして、これからもこういったことをやっていけるんじゃないかと思っています。以上です。特に後半の部分ね、留学生の話っていうのは、今まではその日系企業1500っていうものを10倍と言ってきたんですけど、最近こういろんなメディアでも拝見いたしますけれども、こう留学生も増やしていきたい、そういうふうにこういろいろこう階層 の、 その幅を広げながら、こう日印間のこう関係性って高めていくんだろうなということで、思うんですが、この辺でマーケットの可能性、さらにその向こう側みたいな部分で、こう最初の方で車の話も出ておりましたけども、鈴木社長ですね、そのあたりこう、ビジネス、産業系のビジネスの展開だとか、そういうあたりの話で、何かこう関係のこうコメントございますでしょうか。先ほどですね、昨年度の市場規模って508万台というふうに言いました。それと15億人のうち4億人ぐらいしかまだ車っていうところの
タッチポイントっていうのがないよなっていうことも言いましたけども、本当に人口1000人あたりの自動車保有台数っていうのは22台っていうことで日本の27分の1なんですね。そういうことから言っても非常にポテンシャルあるよねというような市場だと思ってます。そういうことで本当に私ども目指さなきゃいけないのは本当に生活に密着したモビリティを本当に作っていかなきゃいけない。私どもは二輪もやってますんでそういうようなところ、それとこれからのカーボンニュートラル、カーボンネットゼロっていうのを目指すっていう意味では二輪車と四輪車をの間を埋めるような、まあインドは三輪車発達してますんでそういうようなところを埋めるようなやっぱりモビリティというのをですねいかに生活に密着して作っていくかというようなところをやっていくことによって、もっともっと移動のモビリティっていうのは増えていくんじゃないのかなというふうに思いますし、これだけソフトウェアいろいろ発達してくるとですね今は日本だと自動運転なんかも車が主体で、自動運転やろうとしてますけども、これをですねやはり車とインフラが連携して、より安全な自動運転をやれるようにするというようなところでは先進国っていうのはもう街ができちゃってるんですよね。インフラができちゃってる。もちろんインドだって大都市と言われるところはもうインフラできてるんですけども、多くの都市においてはどちらかというともうこれだけ発展した自動運転の技術であるとかそういうものとインフラを合わせて今までの先進国と違ったですね自動運転が本当にできる新しい都市を発信できるっていうポテンシャル持ってるんじゃないのかなと。そういうことで本当にインド初の、新しいそのなんていうのかな、都市であるとか本当にモビリティを中心としたっていうかそういうようなところの都市が発信できるんではないかなというふうに思ってます。そういうことで非常に、ポテンシャルが大きいですし我々、電気だけじゃなくてですね電動車だけじゃなくて今やろうとしてるのはインドにはですね牛が3億頭いるんですね。で3億頭の牛の糞でですねおそらく今日常で使われている車のですね、を本当に、10頭の牛で1台の車を動かせるんじゃないかなと。10頭の牛の糞でですね1台の車を動かせるんじゃないかなというふうに思って、そういうことで言うとですね3億頭ですから3000万台の車を牛糞で動かすことができるよねっていうようなところも今着目しながらですね、なんとかそういうような車エコシステムを確立していきたいなっていうふうに思ってます。そういうことでも本当にいろんな技術の発信っていうのがインドから本当にできるんじゃないのかなと。今までの先進国の流れと違ったようなですね発信ができるっていうところで我々としてもしっかりと取り組んでいきたいというふうに思ってます。ありがとうございます。だんだんその脱炭素とかそういうテクノロジーの話も出てきましたけどその途中途中にですねこうまたもうちょっとこうグローバルなパースペクティブっていうのもあるかと思いますね。そのあたり安永会長の方で例えばちょくちょく今言葉入ってきてますけど中国っていう存在があったりとかしてでその向こうに向けて、いろいろもっと広い展開をしていくなんていうことを考えた時、どんなことがインドを経由して利用できるかみたいな話で何かコメントできることがございましたら、はい、ありがとうございます。まず一つちょっとご紹介したいのは毎年日本とインドの商工会の間で二国間委員会を開催してましてその時に、先ほど来の数字の話題もあればもう一つポイントとして指摘されているのが日印間の貿易のインバランス
ていうのがありまして、これは私は瞬間風速的なものだというふうに説明はしているんですけども、瞬間風速的に起こっているのは日本企業のインド進出っていうのは多分にそのこれからまさに大きく発展するインドの国内市場を目指してチャイナプラスワンという文脈の中で新たなサプライチェーンをインドの中で構築すると、そうするとですね、瞬間的に起こるのはインドにまず、主に機械産業ですけども製造機械、ロボティクスであったりあるいは加工機械であったり、工場を運営するためのさまざまなマザーファクトリーから持っていく機械、こういった類が当然日本からの輸出になると。さらにはサプライチェーンがまだ未整備なのでクリティカルな部品であるとかさまざまなスペアパーツといったものがこれも日本あるいは日本が投資した中国 ASEAN からインドへの輸出になると。インドにとってみれば輸入ばっかりが増えて、でじゃあ日本への輸出っていうのは増えてますかっていうと一部リネン製品と増えてきてはいるんですけども、金額的に言えばやはり相当なインドの入帳になっているのは事実です。で我々がやはり努力しなきゃいけないのはインドからの輸出っていうのをいかに増やすかっていう、これは非常に大事なポイントでありまして、ただ誤解なきように大使に言うと輸出したいんだけどインドの需要がものすごく伸びてるからインドの中で売れちゃうんですよ。インドの鈴木さんも本当は輸出したいんだけどインドの中で売れちゃうのに、目の前にインドの需要家がこの車買いたいって言ってるのにわざわざ輸送費を払ってアフリカに持っていくかっていうと、やはりまずインドの需要を満たすと。で逆にそれをしなければ輸入が増える、完成品の輸入が増えるわけですね。だからそういう意味では我々は結果的にトータルでインドの輸入バランスに輸出入バランスに貢献してるんだということを申し上げてるんですが、もっと見える形で輸出を増やしてほしいと、これは大きな要望として出てきます。で当然ながら製造キャパシティを今後増やしていったときに、輸送機械のみならずさまざまな分野で考えられるのは東アフリカです。この東アフリカっていうのがやはり開かれた自由で開かれたインド太平洋地域の中で日本企業としてリーチがなかなか届いてないエリアであります。ただこのエリアっていうのはですね、いわゆる印教と言われるインドからかつてそのアフリカに渡ったインドオリジンの方々が非常に多い。ガンジーさんももともと南アフリカにいたっていうこともありますし、非常に経済的な結びつきの深いエリアで、ここにインドで、我々がこう腕を磨いて、インドで作ったインド価格のものを持っていくっていうのはですね、これは将来的にぜひやっていきたいエリアだと思いますし、それを通じて東アフリカというですね、これまたインドの次に伸びるマーケットっていうのはやはり人口が増えているこのエリアなんですね。ここにどれだけインドファクトリーインドというものを、通じてメイクインインディアからエクスポートフロムインディアっていうことをやっていけるか、これはインドの、インドにおける日本企業としてのさらなる貢献につながる分野だというふうに思ってます。ありがとうございます。ちょっと大使にその関係をお答えいただきたいんですが、いわゆるそのメイクインインディアからエクスポートフロムインディアとか、それからインドを経由していわゆる我々がよく使うグローバルサウスとか、そういうその東アフリカであるとか、そういうようなその展開ですね、その辺に関して、お話しいただけないでしょうか。
Thank you very much. ありがとうございます。率直なディスカッションが行われていて本当に嬉しく思います。大変重要なことだと思うんです。インドは成長しています。需要はインドで伸びております。国が成長している、 8% の伸びをしている。そして購買力も伸びている。そうなると需要力は、需要も非常に大きく伸びるわけです。間違いなくもっとスズキ車がインドで生産してもらいたい、そしてもっと三井と、ビジネスをしたい、両社ともっとビジネスをしたいというふうに思います。それが今後の道筋でもあると思います。スズキが今までやってきたことの例を挙げたいと思います。40年前にインドにいらっしゃいました。そしてマーケット全体を変えました。革命です。自動車業界において起きた大きな革命でありました。他の企業も参入してきて、いい競争がある、そして生産も増えて、その自動車業界という中ではいい良好な環境になっております。他のセクターでも見たいと思うんです。実際それが入っています。例えばエアコンにおいてダイキンも入ってきました。最大の市場の一つがインドになっております。なのでそういう方向に向かっております。でも2つほど申し上げたいんです。1つはぜひ今のことを続けてください。インドが成長するとともにもっと日本とのエンゲージメントを高めたい。日本はとても重要なパートナーなんです。成長においてインドにとって重要なパートナーです。2047を考えたときに100周年、独立100周年を祝うわけですけれども、私たちにとって最も重要なパートナー、ここは日本です。そして輸出の機会、インドからの輸出の機会、アフリカへ、中東へ大きな機会があります。まだもうすでにそれは見られています。多くの企業がすでにインドに参入しています。インドは製造ハブになっているんです。これを何年にもわたって見過ごしてきました。インドは農業国、今も農業国です。圧倒的に農業は多い。そしてそこからサービスセクター IT へと移行してきました。成功しています。非常に良好です、 IT セクター。けれども製造に関してここは非常に遅れを取っています。私たちが成長するため 8% あるいは 8% 以上成長するためには製造部門を改善しなければなりません。日本にとって一番重要なのは製造部門です。なのでもっと製造部門の企業に来ていただきたい。既存の企業にはインドで成長していただきたい。そしてぜひ接続性、アフリカと、そして湾岸地域、中東とのつながりを使ってください、利用してください。私の人生もう、湾岸地域で随分時間を過ごしました。スズキ社インドから湾岸地域に来ている、本当に嬉しく思いました。それも実現しているんです。もっとそれを増やしたい、もっとそういったことを見たいと思います。素晴らしい機会があります。多くの企業に進出いただき、そしてインドを製造ハブにしてほしいんです。成長しています。その成長を利用してください、この市場を。そしてアフリカの市場にも参入してください。それが今後の方向だと思います。そこに必要なのが目覚ましい飛躍、クアンタムリープであります。一歩一歩ではなくて目覚ましい飛躍が必要なんです。日本が引き続き最も重要な経済パートナーであります、インドにとって。これからもありがとうございます。鈴木社長もですね、これ、いわゆる自動車を扱うという中で、いわゆる第三国輸出とか、そのあたりはもうご経験もされていて、いろんなご意見もありだと思います。その辺いかがでしょうか。先ほどね、安永会長もおっしゃってましたけども、インド国内の成長がすごくて、本当に輸出に回せない。そういうような状況です。とはいうものの、今、能力としては、インド国内での生産、3つの大きな生産工場の地域があるんですけども、そこで235万台の生産能力持ってるんですけども、海外輸出に向けてる分っていうのはだいたい1割ぐらいですかね。でアフリカ向けがそのうち、10万から15万ぐらい、ということで、本当はもっと能力があれば、アフリカはじめ海外に輸出するっていうのはもうおそらく倍以上やりたいなっていうぐらいの状況にはなってます。ただ本当にインドの成長力の力強さというか、そういうようなところがあって、なかなか苦労してるんですね。
でこれ苦労するのは製造業難しいのはお金を出せば工場は建てられます、設備も買えるんです。だけどそれをオペレートする人の育成が本当に間に合わないんです。今スズキの状態で言うと年間に25万台生産する工場を1年に1個作っていかないともう成長に追いつけない。だから工場と設備はお金出せば買えるんですけども、そこをオペレーションする、じゃあスズキの品質を維持するためのオペレーターが育成できるかっていうと1年ではできないんです。そういう難しさがある。でインドに進出して40年経ちました。で40年前我々何やったかっていうと、本当にですね、日本のというかもうスズキって海外での生産ってそんなに強くなかったですから、日本の、生産方式でしかやれませんよと言って進出しました。で日本の生産方式を、これ日本と全く同じだとは言いません。やっぱりインドはインドでの国民性だとか、民族性ありますから、全くそれを押し付けるっていうことはやってきたつもりはないですけども、日本の生産っていうのはこういうもんだよと。要は例えば8時に工場が、操業を始めるとなったら、8時までにもう全員が来て、その前に例えば日本だとラジオ体操をやって体を動かせるようにして、それで準備して8時の鐘が鳴ったら一斉にラインがスタートするよと。そういうようなものを一つ一つ教育というかですね、言ってもわからないんで、もちろんその作業する人に日本に来てもらって、生産っていうのはどうやるんだっていうのを学んでもらいましたし、全員連れていくことはできませんから、そういう意味で言うと日本でどういうことをやってるんだっていうのを映像で見せるということをやって、そういうのは、ワーキングカルチャー、これガンジーさんに83年の、本当に工場がスタートする段階でガンジーさんが言ってくれたのは、スズキはインドのワーキングカルチャーを変えてくれたというようなことを言ってくれた。もうそのスタートする時点でそういうような教育だとかそういうのをやって、やっぱり工場のオペレーションであるとか働き方ってこうだよというのができて、それでスタートしたわけです。でそういうことを本当に今これからもですね、ずっとやっていかなきゃいけない。1年に25万台の工場を作り上げていくっていうことはそういうことなんですね。だから本当にそのもう一回僕はそのワーキングカルチャー徹底的にですね、日本とインドの融合したワーキングカルチャー、そういうものを作り上げてなんとかインドの成長についていきたいですし、インドの成長 を超えて先を行けるようにしていかなきゃいけないのかなと。そうしないと大使の要望には応えられない。そういうようなことで本当にインドから輸出する、もう今やってるんです。実は来月実は日本で発売する SUV があるんですけども、これインド生産なんです。でその SUV っていうのはもうインドから49カ国に輸出してます。で本当に評価高くて、もう本当に取り合いになってますけども、本当にインドのキャパシティがそういうことでもっともっと伸びていけば本当にインドって輸出基地になれるなと、そういうようなところでその本当にご期待に応えられるように我々もしっかり投資していかなきゃいけないと。2030年までに今の235万台の能力を400万台に上げるっていうことで、
本当に1兆円ぐらいを超えるですね、投資をやっていくということで今取り組んでます。はい、どうもありがとうございました。そういうことでこう生産 の, そのこう拠点とかですね、そういう意味で の, その、役割ということが非常によく分かったんですけど、それと並行してこうあることとして先ほどがちらちら出てますけれども、いわゆるその脱炭素カーボンニュートラル、これ三井物産さんの方でもこういろいろなそのインドの脱炭素プロジェクトというのは終わりになっているということがあるようなので、そのあたりを安永会長にお話しいただきたいと思います。はい、インドがさらなる経済成長をするためにやはりボトルネックになりうるのが鈴木さんがおっしゃられた人材育成っていう部分と、それからもう一つはやはりエネルギー問題だと思います。インドは依然、約7割私の記憶が正しければ7割が石炭火力発電からの、電力で賄っていると、国内に石炭があり、やはり自国のエネルギー源を使うということで石炭火力を主力にしてきたわけですけども、当然ながら低炭素化社会への、努力をインド政府も打ち出していて、その中では一つはガス化を進めるということ、国産のガスもあるんですけども、大々的には輸入ガス LNG による輸入、石炭からのガス転換っていうのが一つと、それからもう一つは広大な国家でありますので、面積が大きいということはリニューアブルに適した場所が多くあるということです。日本と比較するとはるかに、太陽光や風力に適した立地条件がインドの中ではあると。ただ問題はグリッドにつながってなければ電気は意味がないので、グリッドの整備と合わせてこのリニューアブル発電っていうものを伸ばすということを今インド政府はもう国の方針として掲げていまして、日本の場合ですとリニューアブルって割とこの変動電源になるんですけども、インドの場合は逆に基幹電源としてですね、石炭火力にオントップでその電力の能力増を図るための、電力として24時間風力と太陽光とそれにバッテリーを組み合わせて、発送電ができる仕組みを今作ろうとしてます。そういったプロジェクトに参加しているインドのローカルの会社がいくつかあるわけですけども、そういうところに私どもを出資をしてインド企業と一緒になって、日本の電力会社さんも一部出資をされてますけども、こういったところにより大きな資本を投下して、電力供給増に我々が協力していくということが一つ方針としてあります。それからもう一つ、インドの場合広大なので、実はどうやってもグリッドから外れてしまう農村地域の電化っていうのをどうするか、これは名古屋地域にいる方はもしかすると CM でご覧になってるかもしれないんですけども、中部電力さんと一緒にこれは大型ではなくて分散型の小さな電力太陽光電力システムっていうのを農村部に販売してる会社に中部電力さんと一緒にやってるんですけど、電気のない村をなくそうっていうキャッチフレーズで、ただ農家にだけ売るのではビジネスにならないんで、お客さんは携帯電話のタワーなんですね。携帯電話の電波塔って電力が常にいると。ところがグリッドから離れていると電力ないので、太陽光を周りに置いてですね、で、余った電力を農家に、売ってるんです。そうすると家の中にヤギを飼ってたりする家で、今までは
日没とともにもう寝るしかなかった子どもたちが LED のライトで勉強を始める。やっぱりまず携帯はインドはどこ行っても必要です。携帯はで携帯の充電と合わせて LED ライトだったり必要な最小限の電源を持って、それで例えば子供だけじゃなくて大人も例えば作業を、日が落ちてからでもできる。こういう実はインドってやっぱりこう分断されたとんでもなく我々の生活に近い都会のレベルと農村の全くこう電気もないところとのこの差がある。これを埋めていくのもやはり我々の役目で、それが今の分散型の太陽光のような仕組み、なかなかビジネスとしては広げるのがしんどいんですけど、こういうことも合わせてやっていくっていうことによってインドの14億の中で4億人しか車見たこともない中で残りの10億の農村にいる人たちを底上げしていくっていうことにもやっぱり我々は協力していかなきゃいけないと思ってます。ただやはり まず大型のリニューアブルによる電力供給安定供給の確立っていうのは何よりも重要だというふうに思ってます。ありがとうございます。まあ、そういうそのリニューアブルな、まあ、エネルギーリソースにへの、まあ、転換というか新しく導入すると同時にやっぱりパワーグリッドみたいなものの整備も、まあ、分散して必要なんだというようなお話だったと思いますけれども、そういう意味でそのいろんなポテンシャルをまあ秘めているということになります。先ほど鈴木社長の方のお話もちょっとありましたけど、 CNG やとかね、これいわゆる圧縮天然ガス、ちょっと日本ではあまり見ないタイプのものですけども、そういうようなまあものもこう多様化しながらやっているということで、そういうこう可能性を秘めているまあ場所としてのまあインドというのがあるんだと思うんですけれども、そのあたりその脱炭素だとかエネルギーパワーグリッド、それからその他関連インフラも含めてですね、ちょっと大使の方からもお話を伺えればと思います。 Thank you very much。 ありがとうございます。本当に関連性の深いトピックだと思います。我々は成長しなきゃならないんです。我々は成長してます。で最も重要なのはエネルギーなんです。エネルギーがなければ成長できません。今日平均的にインドでは500万バレルの石油を使っております。我々は 3.5 兆ドルの経済です。ですから我々としては向こう5年間で我々は10兆ドルの経済になりたいということです。ということは化石燃料に対する需要はものすごくなるでありましょう。500万から、それから8億、それからもう本当に大きな石油が必要になります。成長を止めるわけにはいきません。こういった複数の問題がありますので、我々は成長を続けなければいけない。これが我々のターゲットです。我々は成長したい、しかも持続可能な形で成長したい。そのためには我々は再エネにフォーカスしなければいけない。複数の措置を取っております。安永さんが言われました、 LED の電球があります。それの働き方をお話しましょう。政府は複数の措置を取っております。一つのステップというのはまず国民の認識を高めるということです。持続可能な開発をしなきゃいけないんだということの認識を高めるということです。 LED に電球を変えましょうという動きです。で、我々は本当にささやかなことを言っているんです。本当に14億の人たちがその世界の人口の1/6、巨大な人口です。巨大な人口です。で、首相が導入しております。これはライフミッションとライフスタイル、すなわち環境のためのライフスタイルであります。我々が自分の人生でやること、我々の生活の中でやることを全てちゃんと認識しようということなのです。環境は大事なんだということを忘れるなということです。日本ではほとんどこういうことはもう学校のレベルでやってますよね。子どもたちが育ちます、そういう雰囲気の中で育つんです。自分たちがどういうふうに、活動すべきかということ、それと同じことを我々はやっております。学校におきましても持続可能な開発が重要である、再エネというのは大事だということを子どもたちに教えています。すべての政府の部署におきましても我々は LED 電球に取り替えています。
LED 電球がものすごく売れております。ですから需要がもう企業が追いつかないぐらいの需要になっています。でもとにかく人々の考え方を変えなきゃいけないということです。ライフスタイル、環境のための生活様式を高めようという、そういうミッションであります。例えば夏には皆さん方はその28度にエアコンをするためにネクタイをしないでいいように夏やってますよね、クールビズと。それと同じようなことを我々もやってますし、それからまた再エネを強調するということもやっております。インドとフランスの間でその太陽光についての協力事業があります。もう100ぐらいの国ですね、100以上の国々が今はこのようなアライアンスに入っています。すなわち太陽光を使って我々の発電をやろうということです。進捗をしています。まだ目標通りではありませんけれども、ゼロカーボンエミッションターゲットは2070年というところに置いておりますので、それを絶対に達成したいと思っております。仕掛かり中のものですからありますけれども、我々は 8% で成長していくということはエネルギーが必要であるということです。だから日本の企業と協力をしながらその方向に向かっていかなければいけないと思っております。日印エネルギーパートナーシップというのが政府のレベルで調印されております。彼らもそれに取り組んでおります。で、必ず進捗をするであろうというふうに期待したいと思っております。そして持続可能な開発をすることができるようになるだろうと思っております。以上です。ありがとうございます。2070年度、こう遠大な、計画であり成長であり、ただそのポテンシャルもあるんだというお話だったと思います。でそろそろですね、だんだんお時間も迫ってきておりますので、最初から出ていた話ですけれども、こうインドにもっと日本企業が進出するためには何が必要であるかとか、そういうあたりですね、それと関連して額賀議長ミッションにも同道されたということで、まずはですね、安永会長あたりにその辺のお話ちょっとこう俯瞰したような感じでいくつかお話しいただけたらと思うんですけれども。はい、まずその額賀議長とご一緒した時のお話で、首里城寺大使からも先ほどお話ありましたけども、やはりナンバーが特にジャイシャンカル外務大臣からございまして、その一つは留学生がいかに少ないか、それを増やすっていうことをやっていかないと、IT のエンジニアを5万人物理的に日本に送り込むことだけが目的ではなく、日本とインドの間の人材交流をもっと増やすっていう観点から言えば、もっと大きな視点で言うと、日本在留のインド人が4万人、国の形態が違うとはいえ、アメリカにいるインド系の、人材が400万人、要するに移民国家であるということや経済規模あるいは英語を共通にしていることを除いてもですね、いかに日本が門戸を開いてないかと、そういうところで本当にインドの若者たちが未来を託すだろうかと、日本社会や日本企業で働きたいと思うだろうかっていうのが、ジャイシャンカル外務大臣は極めて日本通なので、あえて我々に対する課題提起という形でお話をいただいたと私は理解しています。で、我々も、企業の中ではいろんな努力をしていて、特に私どもの会社の場合は海外で仕事を作り、それを事業として育てていくために日本人だけで回せる事業はもうないと思ってまして、インドにおいては先ほど来30の、直接間接投資をやっておると言いましたけども、その母体になるインド三井物産の社長はインド人にしました。これはダイキンさんとお話をさせていただいてた時にですね、ダイキンさんはもうこの10年でインドでものすごく成長した日本企業なんですけども、その一番のポイントはトップをインド人の
経営者にしたことで、インド人に経営を任したことによって大きくその組織のモチベーションであるとか、いろんな仕組みが整ったと。で、先ほど来鈴木社長からは日本式をインドに持ち込むために40年の時間をかけこう作り込んでいかれたと。これ一つのもう伝統的なやり方だと思うんです。ただ本当に今の時代からそれ始めて間に合うかっていうと、やはり40年を超える歴史とそれによってこう育成されたまさに鈴木システムの中での教育システムの中での人材育成が終わりになる。で、もちろん日本企業ってみんなそれぞれ技術移転をするための学校をお作りになってて、ものすごいその、時間とお金をかけて技術移転に協力してます。ただそれプラスアルファのマネジメントっていうところで経営者をどうやって育てるかっていうことを考えたときに、日本人だけでマネージしきれるっていうのはこれからの時代では難しいと思うんです。そのためにはやはりインドの人材に、モチベーション、どうやって自分たちが日本企業日本社会の中で、キャリアパスを積んで、さらには将来こういったことをやりたいという夢を持てるかっていうのをロールモデルを作ってってあげないとですね、なかなか日本企業で働かない。アメリカは言わずもがなですが、グーグルもマイクロソフトも経営者はインド人、そういうモデルがもうある国と我々戦って人材の獲得競争をやろうと思ったらどういうことができるだろうかっていうことを、GAFAにはなれないにしても我々なりのインドとの協力関係、まさに大使がおっしゃるような長年の文化的な共通性や、歴史的なその関係性の中において、もっとインド人材を日本社会の中に日本企業の中に、取り込んで、取り込むというと失礼ですけども、もっと活躍していていただくようなシステムを作ることができるんじゃないかと私は思ってますし、私どもの会社ではそれを、まあ、一つのプロトタイプとしてやっていきたいというふうに思ってます。4万人がどれぐらいに膨らむか分かりませんけども、そういうことを一つずつやっていかないと、実際に IT 人材5万人が来るか、契約で5万人の方に働いていただくことはできるかもしれませんけども、サステナブルにどうそういった人材を我々のエコシステムの中で活用するような、で結果的に日本とインドがウィンウィンの関係を作れるかっていうことを考えると、相互に人材をうまく活用するメカニズムが必要ではないかというふうに思っています。ありがとうございます。これに関連して鈴木社長、工場なんかもこう段階的に作られてると思いますけど、その辺のことも含めて、それからお時間の関係でだいたい 2,3 分目どぐらいでお願いできますか。はい、鈴木がですね、インドで40年、歴史を重ねることができたっていうのはですね、一番の大きなポイントっていうのは、そのインドとの関係を始めるにあたってトップ同士、要は、その鈴木治という当時の社長とインドの窓口になった今マルチスズキの会長をやってるバルガバ会長がトップ同士で本当に信頼関係を築くことができた。そして、日本の生産方式っていうか、そういうようなやり方をやっぱり入れていくのがインドのためにとっていいよねということをバルガバ会長をはじめインド政府の方々が理解してくれて、それをしっかりとサポートしてくれたからできてるというようなことだと思います。そういう意味では本当にトップ同士がですね、動いた、そして信頼関係を築くことができたというようなこと、そして無理やり日本方式をやるんではなくて、いいよねと合意できた上でそういうものを推進できたっていうところが一番大きいのかなと。
そういうようなところで、本当に、企業として育てていく、事業を育てていくっていうようなところでですね、そういうような信頼関係、そういうようなところが一番大事なのかなというふうに思います。トップの思いっていうのがですね、やっぱり共通して、ビジョンを描くっていうようなところがですね、本当に大事だなというふうに思ってます。あんまり喋りすぎるとオーバーするんで、この辺でいいですか？大丈夫です、はい、ありがとうございます、はい。それではですね、だいぶこう時間が迫ってきています。このような状況の中で、日本に対して期待することとかですね、どういうことをこう展望できるかってあたり中心にですね、最後大使に締めていただければと思います。よろしくお願いします。 Thank you very much. ありがとうございます。改めまして、大変興味深い、そして情報盛りだくさんの、また有益な、意見交換できたことを大変嬉しく思います。私の右と左に大変成功している皆様とご一緒できたことを嬉しく思います。最後に話が出た点について関連して数字をまたいくつか挙げたいと思います。インドはアメリカに400万人インド人が働いている。湾岸地域には900万人のインド人が働いています。平和に。そしてこの数字は増えています。日本には4万人、4万5000人、比較的若い人たちが最近になってきた、そういうインド人が日本に住んでいます。これを複数のモデルを見なければいけないと思います。このインド人の熟練労働者が日本で不足しているということに関してです。同僚たちとビジネスでも、また政府ともさまざまなレベルで話をさせていただきました。さまざまな複数のモデルを検討しなければいけないと思います。一つのモデルは UAE のモデルです。インド UAE モデル、とても成功しています。400万ほどのインド人が UAE だけで暮らしています。でも UAE にインド国民はいません。 UAE に行き、そしてそこに住み、家族も移住し、子どもたちも現地で働い、学校に行っています。お金も UAE で払っています。稼いで払っています。そして戻るわけです。非常に経済が活況となります。こういうモデルを考えなければいけないと思います。インド人が日本にやってくる、日本で、暮らす、働く、家族も連れてくる、子どもたちは日本の学校、日本の大学で学ぶ、そしてお金を稼ぐ、そして20年ぐらい経ったらインドに戻る。これ素晴らしい仕組みではありませんか。日本の人材不足対処できます。そして経済も活気づきます。と同時に日本は引き続き日本なのです。何も変わりません。これ一つのモデルです。二つ目のモデルはドイツのモデルです。企業が関わります。企業が、インドのエンジニアを必要としている若い人たちのうちに、大学に通わせる、そして勉強する、そして卒業した後日本で5年、7年仕事をする、こういう仕組みうまくいっています。今ドイツで成功しています。もう一つの数字について申し上げたいと思います。スキリングという話をしました。これはとても重要だと思います。インドは今目標として30万人のエンジニアを半導体の専門家に育てようとしています。これが未来です。日本でページをくくれば新聞、毎日その半導体が重要ということが話題になっています。それは北海道だったり、あるいは TSMC 熊本、いずれにしても日本で勢いが増しています。同じような勢いがインドでもあります。日本と同じです。そこに修練できます。エンジニアを大勢、半導体セクターで教育をしています。日本の企業と協力をしながら半導体業界のエンジニアの要件を満たすことができます。非常に巨大なオポチュニティがあります。複数のモデルがあるわけです。いろんな動きがあります。いろんなパイロットプロジェクトも行われています。間違いなく数字は変わっていくでしょう。そしてそういう意味で言うと、衆院議長の額賀さんが提案してくださったことは素晴らしい提案だと思います。目標が必要です。そしてこの5万人のエンジニア、これが向こう数年で目標として決定したことを本当に嬉しく思います。
向こう数ヶ月、インドの首相が日本に来日します。この目標についても議論になるでしょう。メカニズムを話していきます。どうやって目標を達成するのかということです。民間と協力をしながら、また政府とも連携をしながら、改めましてお一人お一人に感謝を申し上げます。この、機会をくださいましたことを感謝申し上げます。本当にありがとうございます。残念ながら予定のお時間が回りましたので、これにて講演会を終了させていただきます。それではシビジョージ大使、安永会長、鈴木社長、本日は誠にありがとうございました。